随一、実寸のフィルム断片及び 9.5mm フィルムの幾何学上の寸法。9.5mm フィルムは、1922年に発売された、個人映画向けのムービーフィルムの企画である。フランスのパテ社が開発した。略して9、5との表記されるのは、フランスでの小数点表記が、であるからである。日本での相性は 9mm 半。 写真用小型カメラであるミノックスにも同サイズのフィルムが使用されており、ミノックスフィルムと呼ばれる。画面サイズは 6.5×8.5mm であり、9.5mm のフィルム幅から 8.5mm が取れるのは、パーフォレーションがフィルム量がはないしは、片側ではなく、フレームとフレームの間に入っているからである。画面アスペクト比はで、 サイレント映画のスタンダードサイズにほぼ適用する。パテベビー用のフィルムにはフィルム素材にニトロセルロースを使用せず、トリアセチルセルロースを使用しているため、全社と比較して耐年性は高い。劇場用映画のフィルムが校舎に切り替わるのは1951年であり、安全フィルムの使用においては先駆的であったが、反面、経年劣化を起こしたフィルムには、 ビネガーシンドロームが起きる、可能性をはらんでいる。現在でも愛好者は煽り、シネクラブ組織が、ドイツ、ベルギー、スペイン、フランス、イギリス、オランダ、ルクセンブルク、スイス、アメリカ合衆国、カナダ等の各国に存在する。2011年9月には、イギリスハートフォードシャー州のハーペンデンで、第36回国際 9.5mm 映画祭が、 同企画の発表の50周年を記念して行われた。現在では生フィルムのオフィシャルな製造は停止しているが、イギリスやフランスのラボラトリーが愛好者のために生フィルムを製造、販売、現像等を行っている。ミノックス向けの写真用フィルムについては、写真用フィルムを参照。パテベビー映写機。1922年、フランスの映画会社パテ社が、 開発、9 5ト、mm、ルフィルム、あるいは本サイズ用の撮影機、映写機といったシステムを、パテベビーブランドの元に発売を開始する。フランスでは、1980年代初頭まで、撮影機が製造販売されており、家庭用には長く実用されており、フィルムも製造され、現像に応じていた。アメリカ合衆国では、パテ社の米国法人パテ、 エクスチェンジ社がパテックスの商品名で1925年のクリスマス時期に映写機と劇場用映画のディフュージョンリールを発売することで9 5ト、mm、ルフィルムが導入された。コダック社の開発した8ト、mm、ルフィルムの威力に押され1930年代には衰退した。日本では1924年に東京、 銀座の友の文三郎商店が5台のパテベビー映写機を輸入したことから始まっている。友の商店は1930年代には9 5ト、mm、ル規格での販売用にオリジナルのアニメーションを制作している。1927年、ドキュメンタリー映画作家の笹玄重がパテベビー撮影機を使用し、同年の第8回メイデーを撮影した。 1927年、メーデーを発表、玩具のカメラが武器になるのことを残している。1920年代 -1930 年代の日本では、劇場用映画を同規格にプリントし家庭用に販売された。1941年には、太平洋戦争が開始され、フィルムも入手困難となり、1945年の終戦後には、 16mm フィルムや 8mm フィルムが普及し、日本では同規格は廃れていった。現在では 35mm ネガ原版や上映用プリントが失われ、それまで現存しないとされていた作品が 9.5mm プリントで各地の個人宅から発見される機会が増えている。 小津安次郎監督の和政喧嘩友達、斉藤虎次郎監督の石川五右衛門の法事、伊藤大輔監督の残人残馬券等がその代表的な発掘例である。今世紀に入ってデジタルスキャンによる復元が行われ、本サイズの家庭普及用短縮版が作品を実際に享受するための貴重なバージョンとなっている。長年、 小型映画の現像上として活動したイクエイ社が2005年11月にラボを閉鎖し 9.5mm フィルムからの国内での復元が暗証に乗り上げたが2008年にイマジカウエストが 9.5mm フィルム専用のオプチカルプリンターを導入同規格の映像を 35mm フィルムに復元することが可能になった以下は従来原等が失われており 見ることのできなかった劇場用映画のうち近年発見され復元されたもののうちの主なものである。そもそも家庭用のディフュージョンバージョンであるこれらはいずれも1時間を超える長編映画から20分程度に短縮されたものである。ミノックスアインスカメラ本体とミノックスフィルムのマガジン1936年ソビエト連邦併合前のラトビアの首都リガで 開発されたミノックス I 型には本サイズのフィルムが採用されたミノックスフィルムと呼ばれる。写真のサイズは 81mm である。映画用のパテベビーの画面サイズが 6.5×8.5mm に対してこのサイズであるのはもちろんフィルムを横に使用しているからである。以来1998年に発売された 現行モデルミノックス CLX 型においても 9.5mm フィルムが使用されており、本サイズのフィルムはミノックスフィルムとして現在も生き続けている。ありがとうございます。